する。遅いぞ小僧。俺様は待ちくたびれてしまったぞ。誰？おお、よくも聞きやがったな。俺様は魔王様直属の部下、カルトン様よ。ってことは、このワールドのボス？え、いや、まあ、なんていうか、あれだ、俺様はそういう肩書きには興味ないんで、ボスはイーゼルに任せてやってる。ボスじゃないなら用ないや。バイバイ。ところがそうはいかんのだな。なんと俺様に勝たないと先に進むわけにはいかないルールなのだ。ギブシー。なんだよもう。そうならそうって早く言ってよ。あのよ、もうちょっと困った顔とかしろよ。可愛くないガキだな。可愛くないっていうか、ひねくれてるのよ。なんか言った？別に。ああ、もうこの際どうでもいい。ほら、さっさと用意しろ。バトルするぞ。こっちは待ちくたびれて昼飯3回も食べてたんだ。いちいちめんどくさいこと言ってられん。なんか君と似たり寄ったりな魔物ね。なんか言った？別に。